吉田磯吉吉田磯吉は、日本の実業家、政治家である。近代ヤクザの祖とも言われる。筑前国恩田郡芦屋村出身。父、徳平は、松山藩士の家に生まれたが脱藩し、芦屋に移住した。両親の死後姉に育てられた、磯吉は、恩賀川の川平田船での石炭輸送で成功し、芦屋鉄道社長などを務めた後に、政治家を目指した。 1915年に衆議院議員に当選し、1932年まで議員を務めた。実業家時代、1901年の八幡製鉄所、開設時の混乱を取りまとめ、若松港の石炭積み出しなどに貢献した地域の発展の功績者としてその名を称えられ、1960年には若松市港、東山公園に佐藤忠義による銅像が建立された。 日の足兵の花と竜に描かれる磯吉大親分とは吉田のことである。ヤクザ右翼関係の著書が多い井野賢治は吉田を近代ヤクザの祖と主張している。磯吉は幕役好きで、また九州の大親分と呼ばれたが、本来幕とを意味したヤクザの親分ではない。川筋社の典型人物の一人とされる。北九州から、 対岸の山口県への進出も目論んだとされるが、県政界に所属した吉田に対し、同じく近代役座の講師とも目される、ホラーサノスケが、声優会の支援にて、衆議院議員に当選するという構図となり、下関から東への進出は実現しなかった。なお、吉田とホラーは互いに認め合う、キャンとキャンの関係であったと伝えられている。 吉田没後に伊ン天皇の一人、岡部帝像と若手の野党兄弟が衝突し、九州を二分する喧嘩になった。この争いは、吉田生前から火種があり、その度に、佐賀の上滝栄、長崎の宮崎九次郎が、親分の側についた。手打ち式には、双方とも対等したまま臨席したと、福岡の百年にある。仲裁に立った、熊本の息気自兵は、 九州役座社で、藤田五郎のインタビューに、九州はみんなどっちかについたもんで、わしのようなものでも役に立ったんじゃと笑って答えている。1936年1月17日に70歳で、死去し、同26日に、若松市浜町小学校で葬儀が行われた。公設にもかかわらず、この階層には二万名が参列し、京枚千二百票、聖書20たる。 花は千余が記録されている。国鉄筑豊線には改装車のために当社を連結した臨時の貸切列車が出されるほどの空前の清掃であった。平山炭鉱、吉田商事、若松魚市場、若松海湯の社長を歴任し、石炭工業ご助会顧問となっている。ありがとうございます。